あんま、肩肘、張らずに、お酒 <laughs> ああ肩肘張らずに、お酒肩肘張らずに、お酒について話したいなって思うんですけど、あのー、なんかちょ、友達で、この、なんか動画を、まあ、たまに、 見てくれてる人がおって、なんか、政治とかの話は興味ないから、そんなやめてくれとか、いろいろクレームとか言われて、まあ全部無視してるんですけど、クレームとか。自分がやりたいことだけやろうって感じなんですけど、けど、なんかお酒が好きらしくて、お酒の話をしてほしいって、なんか言ってて、まあクレーム全部無視してるから、せめて、なんか、要望は、って感じですよね。うん。だから、まあまあ別になんか、 こういう動画って言ってくれたら、聞かないけどほとんど、けど聞くから、まあ誰か、もしよかったら言ってくれたら、まあ何でもって感じで、その第一弾として、ちょ、お酒についてね、あの、氷だけ、もうほんま、あの何も入ってん。ちょ、まず、何が、もう、ザックバランシリーズです、今日は。マジでザックバランに、あ、もうこれ、今、ポロリしちゃったザックバランシリーズなんで、あの、 固い石張らずに、ちょっと、話すと、お先について、まず一つ。これ何円でしょう何ミリリットル入ってんの ?1000 ミリ、多分1リットルですよね。ほら、1リットル。何円でしょうミックスジュース。1リットル。はい、これ何円ですか ?500 円。550円。580円。600円 ?630 円それぐらいです。どれかです、確か。 あんま覚えてないです。レモンサワーと同じ値段ですよね。多分。レモンサワーが400円ぐらい居酒屋で行ったら。これでよく、これでよくないですかっていう。はい。ちょっと入れますね。もうこれ大体、あれ、結構飲んで、飲んでるんですよ、今日僕。あの、これを。だから、あ、もう無くなりました。はい。あのねー。 えー、お酒について話すと、ジュース美味しくないですか問題。まず一つ。お酒、お酒じゃなくてジュースでよジュース美味しくないですか一回じゃあ美味しいかどうか試してみます。ジュースが美味しいかどうかを、俺が今から試します。うまーい。お酒何が好きかってレモンサーですね。 お酒の中で一番好きなのレモンサワーです。けど、これは今日初めて出会いました。今日初めて買いました。この前初めて買いました。えー、俺レモンサワー何回も飲んできました。これ初めてです。えー、これが、えー、8倍美味しいです。レモンサワーの。もう余裕で超えました。初対面で。そのなんか、何回もレモンサワー飲んできてるから、愛着とか、なんか、 ねちょっと忖度したい気持ちも働きます、もちろん。働きました。ここはもう腹割って話すんで認めますけど、その上で8倍いきましたね。うん。それぐらい、お酒不毛 <laughs>、えー。ええで、600円、ね、?700 円はしんかった、絶対。高く見積もっても。で、1リットルですよ。もうこれで良くないですかっていう話。 冷たいようやけど。でもっと言ったら、まあ理想は、まあ夢って叶わないですよね。夢とか理想って叶わないけど、うーん、なんか自分なっ抱え込むよりかは、口に出した方が叶うっていうのがあるじゃないですか。だから俺は、抱え込んでてもしゃあないし、叶う叶わない別として、口に出すべきだと思ってて、そういう意味で口に出して言うけど、 あの、サイゼで熱い話したいなーって。サイゼリアで熱い話し、しません。なんか、社会人みんな、居酒屋で、あー、あー、ちょっと、あー、熱いなーみたいな。熱い話みたいな感じ。サイゼでしましょうよって。これ夢ですよね。夢って理想っていうか、って、あのー、思ってて、ずっと。 サイゼ飲み放題何円か知ってます ?100、200円いかないですよ、多分。210円。せっ、で、何か注文したら、お通しもつかない。サイゼリアお通しなし。で、えー、210円飲み放題。で、えー、何か1個注文するだけで、100、多分50円とか飲み放題。60円安くなるんですよ。何を、居酒屋は飲み放題何円ですかあれ。2500円とかしますよね。2倍、10倍ですよ、10倍。に、 10倍以上でしょう。うーん。俺もサイズで熱い話したいなぁ。本当に。うん。なんか、あの、タイトルに辛いとお手好きが、たい、なんか、集まってきてるかもしれんけど。あの、蹴散らすような感じで言っちゃうけど、サイズで熱い話できない理由は何なんかなーって。 言いながら俺もちょっと分かってるんですよ。何なんかなは俺の中で考えたんで、実は答えはあって、で、もっと言っちゃうと、あのー、サイズで熱い話しないなーとは思ってたけど、今日うますぎるな、これ。うまい。ほんとにうまいですよ。で、体にいいしね、多分。体悪そうなもん、何も入ってないですもん。お酒なん、体悪そうでしょ、あんなもう最、頭痛くなるしね。で、 まあ、サイズで熱い話したいなと思ったんですよ。このお酒について話そうっていうのを2週間前ぐらいに考えてたんですけど、ずっとぐる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 る回って俺の中で。いろいろ、で、サイズで熱い話したいっていうのが一番頭にパッと浮かんだけど、まあみんなサイズでしないじゃないですか。だからなんか理由があんねやろって俺なりに考えましたよ。ちゃんと。うん。だから、まあそういう話もしていきますわ。今日はちょっと飲みながら話しましょう。ゆっくり。この氷の音が、お酒の醍醐味ですよ。 これお酒じゃないですからね。じゃあお酒の醍醐味何っすかないですよ。何も。カラ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 ー。ああうめえ生きてるお酒って生きてるってしませんよ。だってこれもお酒じゃないもん。いや、別にお酒の良さって何なんですかマジで。ああサイズで熱い話しようよ。サイズで熱い話しようよ。サイズでよよ、 歓迎会しようよ。サイズで打ち上げしようよ。いくら食ってもね、うん、サイズでいいじゃないですか。イタリアンが嫌いなんかなまあそういうんなんじゃないですね。俺の中で理由はあるんですよ。そっち行きますか。お酒モード入りましょう。あ今日マジ、あの、お酒飲んでないんで、今日。ってか、僕一人で飲まないで決めてるんで、お酒飲んでないんですけど。コロ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  えっと、サイズで、あのー、熱い話。てかなんでみんなサイズじゃなくて居酒屋で飲むんかなって、いうのを考えました。はい。それで結論は、全裸全裸なんですよ。居酒屋って。だから、みんな全裸になりたいんですよ。うん。これは結論ですよね。 えっと、ああ、うめえ。あのね、言うけど、だから、ちゃんと詳しく話しますよ。あの、温泉で、なんか話、話すじゃないですか。友達の温泉とかサウナとか行って、やっぱ、裸の付き合いした仲や、みたいな、後から温泉行ったこと振り返って言ったりだとか、 いうのありますよね。だから、温泉って、裸なるじゃないですか。服脱ぐじゃないですか。そこで話す、一回話した人間とは、その裸の付き合いしたら、なんかやっぱその、普通に路上歩きながら話す時ときと温泉で話すときやったら、やっぱり温泉、本当はその裸の付き合いとか、裸とかどうこうよりかも、その、あ、あのー、湯船の暖かさとか、なんかいろんな状況が相まってもあると思うけど、まあそれをなんか裸の付き合いとして言ってるじゃないですか。 それは確かにわかるんですよ、うっすら。やっぱり一緒に温泉で話したら、ちょっと距離が縮まるとか、お互い、本音で話せるとか、それがあると思ってて、温泉って。で、その一個先が、う裸の一個先が何かちょっとわかんないですけど、まあ、一個先か一個手前か、全く同等かわかんないけど、その系統なんやろうなって、居酒屋で飲むって。アルコールを入れるっていうのが、もっと言ったらアルコールを入れるのが、 これもうまいけど、アルコールを入れるっていうのが、その、裸で話すみたいな感じで、そのお互い打ち解けて、それこそザックバランに話す。だからアルコールを入れる。だからお酒が好き。だからサイズじゃなくて居酒屋。だから、 これは600円やから、レモンサワーよりちょっと高いぐらいで、1リットルも飲めんの。メガ、メガレモンサワーやったら多分これ以上するじゃないですか。メガなんかこれの半分ぐらいあるから、メガメガですよ。メガダブルですよ。やのに、それでも、居酒屋に行くのは、だから、裸以上の関係になりたいんですよね。多分裸みたいな感その、うん、そんな感じでしょ。うん、そうなんやろうなって、あの、思いました。サイゼリア、 で俺が熱い話したいなって思うのはなんでかって言ったら俺は居酒屋行って大体甘いやつばっか飲むんですよレモンサワーだとか柑橘系とかなんか味がそのだからウイスキーとか日本酒とかビールとかはもう僕飲めないんです味的にアルコールアルコールしたやつは無理でチューハイとかは飲めるって感じなんでだからもうそれやったらもう再生でええやんみたいななってますよ何回もうーんそう 頭も痛くなるしお、お酒って。だからもうサイズでええやんってなったけど、そうじゃなくて、なんかお互いにアルコールを入れて、裸、アルコールを入れるっていうのは儀式なんですよ。だから温泉入って服脱ぐのと一緒で、アルコールお互い入れて話すっていう、その状況が、すごい大事なのかなって、感じで、今。あの、だからサイズじゃしょうもないんですよ。手号に言わしたら。 っていうのは、俺の中で考え巡った時にそこに行き着いて、うわ、サイズ熱い話したいと思ってる俺はしょうもないって思われてるやろうし、しょうもない理由もそういうことなんやろうなっていう。じゃあ確かに俺はしょうもないなって。あの、そこまで至りました。多分そうでしょう。どうですか言うのうまいけどな、これも。なんかもっともっと行き着いたら別に、 アルコールなんか入れずに熱い話できそうですけどね。ただ、まあ、その、熱い話、うんぬんよりかも、お互いに、頭おかしく、<laughs> この,の言ったらダメか来る、来こ来る、来ち、あ、なんて、何だ行かれるえ、なんかその、いかれた状態になる、なって、それが自分だけじゃなくて、お互いにみんなでなってるっていう、それが、大事で、 熱い話するかしないかなんて別に最悪どっちでもよくてその空間がさらけ出してる空間っていうのがお互いにそれが大事なんかなってお酒って想像せんのがお酒だってうんっていうのは思いましただからそれは温泉行って服脱いでお互いさらけ出すこともできる時にはサウナ入ってなんか何トランスして整ってあーってなった状態でそういう頭に浮かんだことでそれを 友達話す。それもあるけど、その多分同じ系統で、お酒でおかしくなるのは、そういう、なんか、うん、一見不毛そうに見えるけど、頭も痛くなるし、どんどん体も悪くなるし、いいことなんかなさそうに見えるけど、そうじゃなくて、そ、そ、それ、そうやとしても、頭痛くなったり、体悪くなったとしても、それ以上に、その、 人と人が、その、頭、その、何されて出せる、その空間っていうのが大事なんかなっていうのは思いますよね。なんかその系統ってお酒もそうや、居酒屋もそうやし、温泉もそうやし、持ってったらライブハウスとかライうん、ライブ会場、でっかい東京ドームとか、京セラとかそういうのとはまた違ってちっちゃいライブハウス、普通にお酒とか出てるところも、 ちょっと同じ系統ある感じはしますよね。同じ音楽、好きな音楽っていうので、なんかクラブって、その、普通とは違う、さらけ出してる場所みたいな感じあるじゃないですか、クラブって。もう同じ系統なんかなって、うん、みたいな感じはしますよね。だからそこにお酒を売ってんのもすごいわかるっていうか、うん、なんか、そんな印象です、お酒、お酒ってね。うん。そう考えてきたら、まあ別に、 なんか、もう頭痛くなるし、体も悪くなるし、もうお酒やめようかなとか俺思ったことあるし、実際一人で飲むのはもうやめてるんですよ。一人で飲むのは、相当お酒好きじゃないと、あとは、なんかあんまり俺は、おすすめ。まあ飲みたい人は飲んだらいいと思うんですけど、俺はやめてて、もう、それは、まあ今日一人で飲む気持ちよさもわかりますよ。うん。 けど、一人で飲むのと、人と飲むのはまた全然違うんやろうな、っていうのは、ありますよね。人と飲むのは、その、クラブ、ライブ、あの、温泉みたいに、その、裸の付き合いみたいな感じですよね。さらけ出すっていう、儀式みたいな。うん。まあ、にしても、とりあえずビールは意味わかんないですけど、もう、居酒屋行くことが儀式やから、そこに、とりあえずビールみたいな儀式までは、そ、その儀式はいらないですけどね。それだけは絶対いらないですけどね。まあ、ももはやないですけど、今の時代、そんな。 ないから何も俺もん思ってないんですけど。まあ、うん。なら、その、裸の付き合いみたいな感じですよね。で、一人飲むは一人飲むでまた別でお酒って、シンプルに嫌なこと忘れるだとか <laughs>、あとは、まあ、その、他の、あの、お酒も薬やと思いますけど、他の薬と同じで、それをすることで音楽が気持ちよく聞こえるだとか、あとはなんか発想がどんどん研ぎ澄まされる部分があったりなかったりだとか、 うん、ちょっとぶっ飛べるっていうか、自分だで。っていう感じですよね。一人とまた他の人とやるのはまた全然別もんで、まあそれぞれの良さ、悪さがあるとは思いますよね。まあそれぐらいですかね、お酒なんかで言えることは。ああ、こぼれた。ああ、にしても、その頭痛いとかのデメリットがあるから、頻繁にはね、 けど、確かに、本当に、お酒飲んで仲良くなるみたいなのはありますよね、人とは。やし、仲良い人とも、お酒飲むことで、なんかさらに、っていうのもあるから、まあ友達とは、うーん、その、確かに、人間として、長く生存するためには、仲良きするためにはとか、体を健康に保つためには、お酒は飲まない方が良かったりするかもしれないけど、別に仲良きが正解でもないし、 人生楽しむためにはとか、うん、友達といい関係築くとか、なんか、そのためには、居酒屋行って飲むっていうのは全然、なんか、大事やと思うし、とも、思えてる。うん、最低で熱い話したいなと思ってた、あの、2週間前の自分は、そっから2週間ぐらいこのお酒について動画で話すために考えたおかげで、あ、そうじゃないな、みたいな。居酒屋で飲むってこういうことや。 だから、俺みたいにひねくれてるっていうか、サイズで熱い話したらええやんみたいな、サイズでええやんって思ってる人は、ちょっと、別にどっちでもいいと思うけど、これを機に、あ、そういう意味があんねやっていう、なんか、自分の考えを変えるきっかけになって、それでもサイズがいいと思ったらそれでもいいと思うし、俺はなんか今は、うーん、サイズで熱い話でもいいな、なんかそれもたまには挟んでもいいなとは思いつつ、うーん、 全然居酒屋飲みに行こうってやったら全然行くし、みたいな。やっぱり、なんかそこで、それっていうのは、温泉で、話す。お、なんか、ね、裸の付き合いと同じ感じで。うん。それは、わかるからすごく。うん。楽しいしね。別かますよね。だから、そんな感じです。今、お酒に抱いてる感情は。一人の時はもうこんなんで、俺はいい。止めれないしね、一人でお酒飲んでても。なんか、 うん、どうん。なんか、そう思います。まず、あ、人と飲んだ方が楽しいかなうん。まあ、なんか、しいて言うなら、クレームじゃないけど、ここからファインにお酒を売ってるのはちょっとようわかんないですよね。心と体とファインやのに、心体元気でここからファインやのに、 心も体も、心はわからんけど、体は悪くなるからね、お酒なんて言うんだら、絶対。心コ,コファイン、ココファインってほんま適当っすよね、マジで。ほんま、なんか、言ったもん勝ちみたいな。なんか、全部適当っすよね、ああいうのって。ほんと。全然体悪いもんいっぱい売ってるやん、みたいな。うん。まあ、そんなもんなんやな。それもおかしいなと思ってた自分もおるけど、ちょっとお酒について考えたりしたら、 あ、もう全部適当なんやと思う。お酒ってすごいですね。なんか全部適当みたいな。全部適当でしょ。多分。もうなんか全部適当って思えるのが、な凝り固まった頭を適当適当でさせてくれるのがお酒で、それはいいか悪いか分からんけど。うん。なんかそんな <laughs>。でも、なんかここ、俺ここからファインとかも、うサイズで熱い話したいと、あと、ここからファインって言ってるくせに、原、体が悪くなるもん売ってんじゃないよ、みたいな。その二つ言えたらいいかなって、二週間前。 思ってたんですけど、お酒の話するとき。けど、なんか、お酒について考えたら、全部なんかもう何でもいいか、適当適当みたいな。そんなもんでしょう、う人間なんて、みたいな。って思えるようになったから、お酒ってそういう力もあるな、とは、思いますよね。うん。それぐらいですかね。ジュースもうまいと思います。ジュース。まあ、なんか頭痛いのになんでお酒飲むんやろ、みたいな。 やっぱサイズで熱い話できるのが一番いいやろうとも思うけど、なんか、俺はそれでよくても、まあ俺もやっぱお酒飲んだ方が言えることがあったりとかもう確かにしたりしんかったりするし、わかる。すごいわかる。で、自分もっていうのもありつつ、自分以外の人が寄ってるのを、っていうのも大事なんでしょうね、やっぱり。うん。だからみんながさらけ出せる場所みたいな。 まあお酒も飲むペースなんか絶対それぞれではいいと思うけど。なんか、そうな、うん。まあ飲めよう飲めようってのもあってもいいと思うし、もう何でもいいんじゃないですか <laughs>。すごい、やんば、お酒、<laughs> お,酒お酒人間じゃないから、お酒について話せることなんて、十分話した、っすね。はい。うまいっすね。まあ、そのおかげでちょっと、こういうのも変えたし、逆にね。そんな感じです。はい。 うん。何でもいいんじゃないですか。適当で。って思わせてくれるお酒です。お酒っていうのは僕にとってそんなもんです。で、体が悪くなるから、あんまり飲まない方がいいんじゃないかとか、俺は思ったり思わんかったりの繰り返しだけど、人生において。で、こんな、なんかお酒肯定もしながら最後に言うのも後味悪いけど、まあ後味悪いのがこの動画の、僕の動画の コンセプトなんで、後味を悪くさせてもらうと、まあやっぱり、なんか、その、理想は体悪くせずに、幸せになれるのが理想やな、と思いますけどね。その、薬とかお酒とか、そういうのを使わずとも、もう水と、水、うん、水と草と、 なんか、普通に、もう普通のもので、それで、けど、幸せなんて、神し、だから、だってある種、アルコールって脳をバグらせてるじゃないですか。なんか、まそれで幸せやったらいいけど、時にバットも入るじゃないですか。それは、アルコールが抜けたりとかしたら。それは二日酔いのバットもあるけど、そうじゃなくて、白布、なんかその、アルコールを飲みすぎて、行きすぎたら、ラフで入れない自分。 になった時が一番俺は危ないと思ってて。やっぱ白フの人生がしんどいと思っちゃう。その反発で。お酒飲んだら楽しいけど、白フがしんどいとなっていくのはちょっと怖いなっていうのは。こんなこと言いながら思う。だから俺は一人では飲んでないっていうのもあって。極力、それはお酒飲んだ方が無先楽しいかもしれんけど、逆にそのお酒飲んだ時の楽しさっていうのもお酒の毎日飲んでしまってたら、それも薄れてきちゃうし、 だから、その、できれば、そのお酒飲んだら楽しくなるのは知りつつも、せめて一人の時は、シラフでどうやって人生楽しむかっていうのを、まあ、それこそこういうの飲んだりとか、せめて、まあ、水、水道水でいいんですけど、たまにはこういうの飲んだりとかしながら、極力シラフで楽しむっていうのを探していくのも、俺は、まあ、俺が実際そうしてるから、俺から言えることの一つとして、 後味悪くなってでも、まあ、言っとこうかなっていうのは。シラフでもいっぱい楽しむことはあると思うんで。うん。その、うん、体悪くならんかったらい,いくらあれでもいいと思うけど、やっぱりなんかそういうのがあるから、それで、まあ寿命縮まるぐらいだったらいいけど、普通に生きてる間もなんか頭痛いとか、あとはシラフがつまんない楽しめへん、バット入るとか、なるぐらいやったら、ちょっとそういうのに頼らずに、最初はしんどくても、 シラフで楽しいことを探すっていう訓練っていうか、そういうのはしてみてもいいのかなとは思いますね。うん。俺は人と飲むときは飲むけど、その分人と飲むときは飲んで、けど一人のときは、で、やっぱその反動で次の日とかは頭痛たくなって、二日酔いになって、もうほんま飲みたくないなってなるし、うん。だから、そういうの何回か、 多分人より少ないと思うけど、何回か繰り返して、もうちょっと俺は、一人の時は飲みたくないなっていう、今は気持ちですよね。お酒に関しては。ただ人と飲むのは、まあ、俺はそこでしか得れへん幸せっていうかあるから、それは多少体が悪くなろうが、寿命が縮まろうが、人と飲むっていう、あの、行為は断りたくもないし、あんまり積極的に、 やっていきたいなっていうのは、まあ、思ったりはします。それは友達だろうがなかろうが、裸の付き合いなんでね。あの、お酒を誰かと飲むっていうのは。だから、それはすごい尊いうもの、素晴らしいものやとは思いますよねな。うまいこと付き合っていくみたいな感じですよね。うん。あとや、まあもう一つだけ言うとしたら、お酒って、そのやっぱ遠足は帰るまでが遠足みたいなのと一緒で、お酒はどこまでがお酒かなって思ったら、まあ人と飲むときね、は、まあ、やっぱり、 お酒飲んだ日ってやっぱサウナ入ったらダメみたいなあるじゃないですか俺はあんまりだからサウナのとか行ってから温泉とか行ってからお酒とかまあ温泉とか全くせずにお酒でもいいしお酒の後にサウナはあんまり俺はなんかほんま体バグりそうやしなんか危ないらしいんであのしな,しないタイプなんでうーんとその日はしないとしても、まあ、次の日に次の日の だから前日飲んで、まあ、それは夜まででも朝まででもいいけど飲んで寝て一回睡眠挟んだ後にサウナに一人で行くまでがお酒ですよね <laughs> それは友達と行ってもいいけど、まあ、友達かんから別に行く必要はないどっちでもいいと思ってて、うん、で人で行ってその体の中のお酒を、まあ、お酒を抜いてっていうほど俺はお酒飲まないし飲んでも中杯やし酒豪じゃないしお酒好きでもない ですけど、まそれでもなんか、やっぱ、クラクラするあた、体を、お酒、汗かいて、お酒を抜いて、あーって、して、リフレッシュする。そこを挟むまでが、あの、居酒屋。そこを挟むまでが、えー、お酒、飲酒、かなって、えー、思います。<laughs> うん。何の話やねんって感じですけど。うん。お酒について話したけどなんて、もうこれぐらいですよね。はい。そんな感じです。まあ、 なんか何でもいいんじゃないって思えるようなお酒ですけど。うん。やし、本当にそう思います。なんか人生辛い時は悩んだ時はたまには頼っちゃってもいいんじゃないですか。けど、頼りすぎて抜け出せへんか、ることもあると思うから。うん。まあそういうのと、うまく付き合いながら。まあ、みんな難しいと思うから。まあ、うん。失敗もありつつ、やっていったらいいんじゃないですかって思います。ありがとうございました。はい。